ベイスターズそして序盤からタイガース、まあ、両チームともに先制点を狙うべくという形だったんですが、糸原のこの辺り先制のタイムリー内安打、その先制点はタイガースに入りました。3回の表ノーアウト2塁3塁のチャンスを生かしました。さらにサンズがこの大きな当たりセンターへの犠牲フライを放って2対0タイガースがまずは主導権をつかみます。そのタイガースの先発は斉藤、ワンアウト満塁というところで佐野に対します。これがタイムリーヒットとなってベイスターズ1点差に詰め寄ります。さらにワンアウト満塁として宮崎のこの当たりセンターへの犠牲フライ、ベイスターズがすぐさま同点、試合を振り出しに戻しました。しかしタイガースはワンアウト一塁二塁、4回代打ウォーカーのこの辺り見事な当たりでまた主導権をつかもうとするんですが、それに待ったをかけたのがベイスターズピッチヒッターの海老名、ベテランの能見からプロ初安打がホームラン、大きな大きな一発をアマスタで演じました。さらに続いて戸柱2者連続ホームランでその差1点、試合が分からなくなりました。ラミレス監督も表情をほころばしたんですが、その後5回ノーアウト1塁2塁でピッチャー山崎、この低めの球を外野まで打ち取られて、これが犠牲フライとなります。さらにゲームが進んで6回です。ノーアウト1、2塁で梶谷、バッターガンケルからレフトへタイムリーツーベースを放ちます。これで6対5、再び1点差とベイスターズが詰め寄ります。さらにワンアウト2、3塁から外、このタイムリーヒットでベイスターズが逆転に成功。しかしベイスターズは国吉がこの流れを不意にしてしまいました。サンズのツーランホームランで8対7、ベイスターズまた1点を勝ち越されてしまいました。リードしたタイガースは最終回スアレスが見事に試合を締めくってゲームセット、8対7タイガースが勝利しています。